アルゼンチンの新三菱重工性蒸気機関車、サンタクルスと映るリビオダンテ・ポルタリビオダンテ・ポルタは、アルゼンチンの蒸気機関車技術者である。彼は、既存の蒸気機関車に革新的な改良を加えて、高い性能とエネルギー効率、汚染の削減を実現したことで特に知られている。キルポは、レムパーの、量、エキゾーストシステムを開発した。 亡くなる時点においてもレンプレックスエジェクターを開発中であった。サンタフェ州ロサリオに生まれた土木工学を勉強し1946年に卒業した。この頃、すでにヨーロッパや北アメリカでは蒸気機関車はディーゼル機関車や電気機関車にとって変わられつつあった。ポルタの改造した4から8から0の機関車ら アルヘンティーナ自然なことに、ポルタの最初のプロジェクトはアルゼンチンであった。フランスのアンドレ・シャプロンの業績を出発点として、蒸気機関車はまだその最大の潜在能力まで全く到達していないということを示し始めた。彼の最初の機関車プロジェクトは1948年に、 メーターゲージの車軸配置4から6から2の機関車を4シリンダーの複式4から8から0に改造したものでプレシデンテペロンあるいはアルヘンティーナと名付けられた。シャプロンが行った改造と同じように高圧と低圧の間に再熱装置が組み込まれている。また大きな特徴として石炭を蒸し焼きにして一酸化炭素ガスを発生させて これを燃焼させるガス化燃焼システムを導入しており、これはシャプロンも導入していないものであった。ポルタの最初のプロジェクトである。この機関車は、今なお多くの機関車の効率記録を持っている。ドローバー出力は2120馬力、動輪直径1270ミリながら、時速 120km を出した。これに基づいて、 アルゼンチンの多くの蒸気機関車が改造されている。ポルタは1957年にパタゴニアへ移り、リオ・トゥルビオ鉱山鉄道のゼネラルマネージャーとなった。ここでは 750mm 狂気の車軸配置2から10から2の日本の新三菱重工業製のリオ・トゥルビオ鉱山鉄道100型蒸気機関車が重量運用されていた。重量48トン。 ドローバー出力700馬力の設計であったが、クリンカーが多くできる石炭を使ったために、予定の出力を出せずにいた。キルポアエキゾーストや GPCS を適用した改造によってこの機関車は1200馬力を出せるようになり、1963年の日本への再発注では、こうした改良点が当初から織り込まれている。こうして改造を受けた。 日本製の蒸気機関車の中には、アンドレ・シャプロンと名付けられたものもあった。ポルタの仕事により、この蒸気機関車群は1997年まで運用を続けることができた。1960年、彼はブエノスワイレスへ戻り、産業工学ナショナル研究所の熱力学部門長に就任した。彼の蒸気機関車技術に関する著作はかなりの量に上ったが、 多くは出版されなかった。1974年からは、南アフリカへ出向いて、イギリス国鉄出身の技術者、デイビッド・アオーデールと協力して、南アフリカの蒸気機関車の改良に取り組んだ。ここでは南アフリカ国鉄25型蒸気機関車に、GPCS を取り付け、レムパー型排気ノズルを装備した日本煙突にするなど、 初版の改造を行って南アフリカ国鉄26型蒸気機関車とした。この機関車は時速 75km で4492馬力を発揮し、狂気の鉄道では世界最高の出力を持つ蒸気機関車となった。ただし25型は空転の状態化という欠陥を抱えており26型はそれをさらに悪化させている。なお、 ガス化燃焼システムは、全身型蒸気機関車での試験にも使われていた。1980年代に、数多くの蒸気機関車が使われ、2021年現在も、少数が現役である中国であったが関心を引くほどのものではなかったため不採用に終わっている。1980年代には、ポルタと家族は、 アメリカンコールエンタープライゼスプロジェクトの蒸気機関車 ACE3000 の開発に招かれてアメリカ合衆国へ移った。ポルタがアルゼンチン国外に居住したのはこの時が唯一である。このプロジェクトはオイルショックにより石油が高騰したことを受けて最新の技術を取り込んだ蒸気機関車を設計して再びアメリカで蒸気機関車を走らせようというもので 蒸気機関車ファンの夢と実業家の新規事業が合わさったものであった。しかし熟練した機関士の操作でも扱いが難しい GPCS を自動運転にし、中連総括制御を実現し、南アフリカの25型で補機に出力を浪費しすぎて失敗した複水機を搭載するという技術的に極めて難易度の 高い要求を一度に設定して、ディーゼル機関車に対抗しようとしたことと、石油の価格が再び安価に落ち着いたことから、プロジェクトは失敗した。これにより、ポルタはアルゼンチンへ帰国し、アルゼンチンと、ブラジル、パラグアイで引き受けた次の仕事に移った。晩年は共に仕事をしていたロジャー・ワーラーと共同で、ドイツ国鉄52型蒸気機関車の近代化やるな。 A1 の心臓プロジェクトの改良案を提出、さらにキューバのバガスで走る蒸気機関車のプロジェクトも関わった。なお52型の近代化トルナー A1 の心臓プロジェクトでは、本格的な新技術は実用上の問題が多い、ものや設計承認などの手間がかかるものばかりであり、導入は却下され、部分改良が実行されたのみである。ポルタは、 蒸気機関車の技術を死ぬ時までずっと発展させ続けた。1990年代中頃からはキューバの佐藤省のために新しい燃料であるバガスを用いた機関車に取り組んだ。彼はまた世界中の最近の蒸気機関車プロジェクトのすべてとは言えないまでも多くにかなりの影響を与えた。ポルタに影響を受けた技術者としてはデイビッド・オデール。 ピルガードルストーン、ロジャー・オーラー、シャウン、マクマホン、ナイジェル・デイラがいる1970年代のアルゼンチンの汚い戦争の最中に、彼の娘は自宅から銃を突きつけられて連れ出されて、行方不明となった。ありがとうございます。